小公演いただきました。ここでですね、この後ちょうどこの後半中崎さんからも各地の話があったと思うんですけど、あ、本当に映像流します、はい。各地それぞれまだまだこうたくさんの物語があるかと思いますので、各地の話を聞く前に、まず福島でですね、2015年8月15日に、どんな感じの盆踊りがあったのか、もう先々週じゃないですか、もう昨日の、ね、夕方っちゃ今日の午前中に、うん、完成した、はい。盆踊りまだご覧になられてない方はこちらで確認してください。プロ式のチームメインで結構アーカイブしてくださって、プロ式チームがどんなことをやってくるかいかないであんぴんこれ映像を見ながら周りをキョロキョロしてみると大体ここにいる人が映ってますからね。はい、という感じで中橋さんが、はい、撮影、これ金沢さんも映像入ってるね、ビデオが、金沢美香さんと小井高橋さんで、ね、編集小井高橋さんでした。はい、まあ、とりあえずこれプレバージョンではある共用に間に合わせてくださったん で、ね、はい、ざっくりではあるんですけど、まあ、こんな雰囲気で、まあ、あの8月15日の盆踊り、進んできました。はい、はい、福島はこんな感じだったんですが、はい、ではここからはですね、はい、他の、大風呂敷工場の皆さんが、どのような活動をされたのかですね、皆さんに、説明していただきたいと思いますので、まずは最初にですね、皆さん前に一度紹介、一度集まってもらっちゃおうと思いまして、それぞれ紹介しますので、一旦前の方にこっちから
出てきてもらってもよろしいでしょうか。それではまず札幌チームの皆様ですね、はい、皆さん拍手でお願いください。続きまして福島チームの皆様、続いてですね前の方に出てきてください。これ全員並んじゃっていいですかね。一旦ね、じゃあこっちに鉄道、まあ、じゃあ札幌こちらにお願いします。はい、でも全員ですかね。じゃあ福島チーム、はい、じゃあ福島チームお願いします。どんどんあれって拍手の量が減ってくる。お前もかみたいな感じで最終的に何人こっち側に残るんだろうっていうのがすごい興味深いですが、猪苗代チームの皆さんにもですねこちらお願いします。次はですね、はい、池袋チーム、荒川さん、お願いします。名古屋チームの、皆さんお越しください。多治見チームの、皆さん1名ですね、はい、お願いします。あれ、工場の大家さんの息子さんもちょっと前の福島チームの これは福島チーム、福島チーム一応はもうはい、予想通りですね、半数近くの人が前の人だったっていうのがバレてしまいましたが、皆さん改めてもう一度大きな拍手お願いします。ですね、ちょっとね、ここのちょっと区分けだと実はなんとなくどこに振り分けていいか分かんなかったんですが、まあ、例えば小田原から来てる石尾さんって小田原市役所の方から今日初期の方で参加していただいているんですが、福島の方にも来ていただいてですね、そちらの上田くん東京で毎年フェスティバル福島に合わせてそうめんイベントをやってくれたりとかですね、もう多くの人が結構実は関係者だなって薄々、薄々、ね、うん、ノッコからもね、ノッコから来ていたりとかですね、もう薄々関係者だけなんじゃないかっていう気もするんですけど、そんなことはそんなことないですね、はいはい、国際サミットですから、国際サミットですね、はい、はい、ということでとりあえず一回ご紹介といったご紹介という感じで、この後個別にちょっと5分程度 のこんなことやってよってプレゼンテーションの方行っていただきたいと思いますので、札幌チームの皆さんを残してもう一度ちょっとお戻りください。すいません、もうちょっと拍手を。それではですね、マイクがこっちにあるマイクをなんとなくこの辺をプレゼンブースでしてたら、こちらをじゃあちょっとご紹介それではですね、ちょっとだけ僕の方からご紹介させていただきます今年その国際芸術祭に続いて2015年はまちづくり会社さんの方の主催で8月祭、札幌8月祭という名前で巨大な盆踊りが開催されました。まちづくり会社の方から菊池さんと藤本さん、まずお二人です。はい、それでですね、福島から震災後、札幌の方に移住して、去年の国際芸術祭の時に、フェスティバル福島を札幌でできないかって、まあ、言い始めた、もう本当に僕が呼んでくれた、安西信也さんです。食べると暮らし研究所の理事長、安西信也さんです。そして2014年より札幌の風呂敷工場で天神山アートスタジオというところの、一区画をお借りして工場を運営してるんですけど、もうそこバリバリ去年から回してくれております、柳井さんです。柳井さん、ひよひよさん、畳ですね、ひよひよさんなんですが、娘さんがですね、畑さんという僕らのゆるキャラに対抗して畑さんの妹畑美というのを作ってくれまして、今日はそれ持ってきてくれました。真空パックで、はい、真空パック持ってきました。はい、それは畑になってます。はい、じゃあ札幌チームよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ照明の方お願いします。